先週2月1日に内規違反で名行き審議官を更迭しましたが、その再発防止策を検討したいと考えています。当庁の耐震担当の審議官が本年の1月22日に15時から30分程度、日本原電の常務以下3名と1人で面談を実施し、その際、今月28日の敦賀発電所内敷地内の災害調査に関する有識者会合、第2回評価会合で使用される予定となっておりました報告書案を日本原電に渡したというものでございまして、内規に定める事業者との面談ルールに反するだけでなく、当委員会の信用を著しく失墜したということで、2月1日に訓告処分とするとともに、更迭したところでございます。事業者との面談ルールについて、不明確な部分があるということについて反省いたしまして、これを改正することとしたいと考えております。今回の事案では面談が長期間となり、内容も規制に関連する内容の議論に及んでいた、これ1月22日のことでございますけれども、それにもかかわらず同席者なく面談が行われておりました。こうした点も踏まえまして、可能な限り規制に関連する内容の議論が同席者なく行われることないよう、そのまず面談の申し込みの際に所要が5分以上として申し込まれたものにもの、あるいは実際の面談の際に所要が5分を超えたものについては、もうその時点で規制に関連する内容の議論とみなして同席者の出席あるいは概要の公表が必要なものというふうな扱いにしたいというふうに考えてございます。非常に関連が深いのでコメント2つと質問をさせてください。最初の原子力発電所敷地内破砕帯に関する有識者会合で皆様に申し上げた点がございます。それは規制庁の職員の多くが旧保安庁あるいは原子力安全委員会の事務局の人々であって何も変わらないのだというご批判がありました。しかし体制は変わって人々の意識は変わっている、すぐには信頼していただけないかとは思うけれども、変わったと皆様に思っていただけるよう努力したいと、こういう趣旨の発言を最初の会合の時に申し上げました。この言葉を信じていただいた皆様に大変申し訳ない状態だと思っております。またこの事態を防ぐことができなかったことは大変残念でございます。2番目のコメントは、敦賀発電所敷地内破砕帯の評価報告書案についてです。この報告書案を事業者に見せるように省政が言うはずがありませんし、実際言っておりません。有識者の皆様もマスコミから取材がありますが適切に対応していただいており、報告書案を見せるようなことは一切しておりません。それにもかかわらず、情報が漏れた。で、敦賀発電所の敷地内破砕帯が問題となっている最中に当事者の日本原電がたびたび審議官と会っていたということですね。で、日本原電の人は日本原電だとちゃんと名乗って対面しているわけです。それで審議官の仕事の内容も組織内の人間は知っているわけですね。ですから質問したいんですが、こういうふうにたびたび面会があるということに対しておかしいと思った人はいないんでしょうか。はい、その点については確かにご指摘の通りかと思います。各審議官の行動対応につきましては私ども実は把握しておりません。そういう意味で今回システムを変えてですね、どういうものがどういうふうに面談しているかという、それを把握しようと改正をしているということでございます。それはよくわかるんですけれども、周辺にも人がいるわけで内閣審議官の部屋が孤立しているわけではないと思うんですよね。やはりどっかにやっぱり特定の人に対して申し上げることではなくて、むしろ組織全体としてそういう厳しさが欠けたのではないか、やっぱりおかしいと思う人があって当然ですし、おかしいからといって注意するなりなんなり、そういうことで未然に防げたはずではないかというのが私の根本的な疑問でありまして、もちろんこのように直していただくのは当然だと思いますけれども、その前にやはり考えるべきことがあるのではないかというふうに思っています。それで今回の規則なんですけれども、我々委員はですね、いわゆる
儀礼的なご挨拶があるときも、秘書さんがちゃんと横にいてですね、必ず2人で会っているんですね。ある意味我々は常に監視されているような状況であって、決してその個人で会うようなことはできない状況なわけです。ですから、そういうその当事者といいましょうか、電気事業者に会うときはですね、当然2人で、何であろうとも2人であるべきだというのが私の意見です。そういうふうに直したらいかがでしょうか。わかりました。それでは今の島崎先生のご提案のようにですね、ことの内規をその方向で変えるという形で至急作業させていただきたいと思います。はい、具体的にはですね、まずはじめに非規制者と会う場合、規制者との面会については、2人以上で、緊急やめない場合を除いて2人以上で会うという原則を作ると、そこをまず明確化するということと、それから概要、面談の概要を記録として残してホームページに公開するというのは、それも全てということではなくて、そこは規制上のに関連する事項に話が及んだ場合には公開をするという、そういうことでよろしくございますでしょうか。よろしいですか。はいはい、それじゃあそういうことで今回こういう改正をするということでご了解いただいたということでよろしいでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。